アフマドレザラダンアフマドレザラダン淳章はイラン警察庁副長官検首とテヘラン警察の責任者で反イスラム的な毛髪と服装の厳しい取り締まりで知られる。エスファハーン出身。ラダンはイランイラク戦争の最中にイラン革命防衛隊からそのキャリアを開始し、戦争中に司令官も務める。イランイスラム共和国警察で様々なポストを歴任し、 ラザビー・ホラーサーン州の警察署長も務めた。ラダンはイスラムの服装規定と違法薬物の流通の摘発、犯罪組織の取り締まりで名を馳せる。警察署長時代は国内4つのいずれの州でも治安を改善した。コルデスタン州、スイースターン・バルジェスタン州、ホラーサーン州、及びイランの最重要州テヘラン州の警察署長も務めた。 アフマドレザラダンは2007年治安計画を打ち出した。警察は治安改善のため数十人の凶悪犯を摘発した。犯人らは時に近隣住民の面前で大出される様子を撮影されたり、便所掃除用の浄炉を首からかけさせられたりした。逮捕された中には1999年に 発生したイラン学生放棄の際に逮捕され、半年間投獄された経歴を持つ名サム・ロフティも含まれた。両親によるとロフティには、前科も違法行為の経歴もなく、1999年の放棄を除けば逮捕歴も投獄,獄歴もないという。ロフティは死刑囚となったが、メディア報道や両親、人権活動家の尽力であと23年の実刑に減刑された。 ありがとうございます。